犬の慈善団体ドッグズトラストのレスリー・オードンヒューさんです。ミムはカーライルで迷子になっていました。運悪くマイクロチップが入っていなかったので飼い主を見つけられなかった。マイクロチップが入っていたら飼い主に戻せたのではないかと思います。今は入っていますよね。はい。ドッグズトラストでは保護した犬すべてにマイクロチップを入れています。そうですか。でもそこが問題ですよね。デイビッドさんに話を聞きましょう。多くの人が犬にマイクロチップを入れるなんてずっとやってなかったのに、2,30ポンド、3,200円から4,800円ぐらいかかるのになぜ今わざ,わざや 必要があると思うでしょう。法律動物虐待防止協会のデイビッドボールズさんです。4月6日から義務化されます。それよりも犬が迷い犬になったりうっかり逃げてしまってもマイクロチップによって飼い主に戻せるのが重要なことです。飼い主は飼い犬を見つけられるという安心感を持てるのでとても大切です。マイクロチップを入れてなかったらどうなるんですか？罰金が課せられるだろうことは分かりますが、飼い犬にマイクロチップを入れていない人をどう探すんです？マイクロチップが入っているか調べる人が街にいるようになるんですか？ はいどの地方自治体にも野良犬を保護する職員がおり野良犬を捕まえるのはそうした職員の仕事ですドッグストラストの調査では2015年に9万頭の犬が保護されましたがマイクロチップが入っていたためすぐに飼い主のもとに戻れたのは残念なことに半数だけでした新しい法律で職員が仕事をしやすくなるのは明白ですそれから先ほども言った通りもっと重要なのは野良犬や迷子になった犬が飼い主のもとに戻れるということです法律の執行についてどう思いますか デイビッドさんはあのように言っていますが、あなたから見て実施可能だと思いますかこれまでも犬には首輪と名前と住所が書かれたタグを付けなければいけないという法律がありました。つまりいずれにせよ、実施されていたことになります。マークロチップがいいのは埋め込むことになるので、なくしたり取り外されたりということがない点です。犬を飼い主の元に戻す一番いい方法が確保できると思います。